私は大天使ミカエルです。私はあなたのフィールドを強化するために支援をするために来ました。あなたの保護シールドはあなたが日々行う活動にとって重要です。それはあなたがバランスを保ち、中心を保ち、変換されるために何があなたの前に持ち込まれても、より高い振動エネルギーに同調し続けることを可能にします。他の人と関わっていると、変容を求める影のエネルギーが必要に応じてあなたが見ることができる反射を引き起こします。これらの反射を認識すると、私たちはしばしば反射があること自体を自分自身で判断しますが、この影の作業の美しさは、私たちの中に存在する影のすべての粒子が、他の人々の影の広大なネットワークにもつながっているということです。したがって、私たちの中に表されているこの影の一部を解放すると、それは、他の人々の中にある、私たちの周りにある、より大きなフィールド内にある、同様の他の要素にも、同様に変容するように合図し、招き、促します。これは、これらの部分の一つに取り組むときに、経験できる波及効果への招待です。皆さんの多くは、おそらく様々な理由で同様の傷を負った経験があります。しかし、その根底にあるのは、価値がないという恐怖、落胆したり他人に、拒絶されたりすることへの恐怖であることがよくあります。そして、これらの側面が、自分たちが本当に愛されていること、自分たちを解放したことで何も悪いことをしていないこと、何らかの形であなた方に仕えてきたこと、そして自由に変容し、別の次元や地球に抜け出して別の目的のために変容できることを理解すると、自然に変容を求めて前進し、自分自身の変化と進化を体験しようとします。私たちは皆、一つです。このことを思い出してください。だからこそ、公の場で他の人を見て判断するとき、私たちは自分自身を判断しているだけなのです。そして、私たちが全ての人に思いやりを持って接し、私たちの間の違いは、私たちを安全に保つために私たちの一部が必然的に生じるものであることを理解する気持ちを持つとき、私たちは他の人のエゴ的な傾向、多くの人を団結から遠ざける有害な認識を取り除くことに貢献することができます。そうすれば、公の場での人の異なる選択を理解できるようになります。おそらく、あなたが他の人の生涯の経験を持ち、いわば彼らの足跡をたどったなら、彼らを非常に深いレベルで理解し、彼らが世界にもたらしたあなたにとっては役に立たず、有害で残酷ですらある物事に対して同情心を抱くでしょう。あなたたちの世界に投影されている物質界において、憎悪に満ち、欺瞞に満ち、有害なものの多くは、自分自身の中で迷い、どこにも頼る場所がないと感じながらも、自分の正気や安全を保つために、支配権を握り、自分の見解や願望を他人に押し付ける子供の純粋な恐怖から来ています。ですから、できるなら、少なくとも自分とは全く違う人たちに思いやりを持って接してください。すべてを創造した母と父の神聖なエネルギーが、彼らの発達と進化にどのような影響を与えるか想像してみてください。おそらく彼らには学ぶべきことが、たくさんあるでしょうが、それでも、彼らは本質的に愛され、大切にされているのです。そうすれば、私たちは全人類の平和への道に進むことができるでしょう。これは、誰もが実行できる簡単なステップですが、あなたの世界に大きな変化をもたらすことができます。そして、特にこのチャネラーが住んでいる国で政治的混乱が起きている今こそ、これを実践する絶好の機会です。すべての存在の統一、すべてのものの統一という工事の視点を、
心に留めてください。それは最も基本的なレベルの真実であり、否定することはできません。そして、この振動をどのように保てばよいかわからない場合は、自分自身に目を向け、愛、受容、許しの実践を通じて作り出すことができる、自分の中の一体感を見つめてください。大天使ミカエルです。